おいでやすって6時のママよっちゃんと転がってるゆりちゃんです。今回は新生児からできる便秘解消赤ちゃん体操をご紹介します。赤ちゃんは胎便や軟便だというイメージを持つ人が多いかもしれませんが、実は便秘の赤ちゃんも少なくありません。そんな時に皆さんがすぐに真似できる便秘解消赤ちゃん体操を紹介していこうと思っています。ぜひ最後まで見てくださいね。またこのチャンネルでは6人の子供を育てる私たちが我が家なりの育児・出産に関する情報を発信しております。ぜひチャンネル登録をお願いします。では早速赤ちゃん体操を始めていきます。まず1番、お腹をのの字にさする。こんな風にのの字にさすってあげます。だいたい5回程度で OK です。では2番目、足首を持って M 字に開脚。こんな風にカエルさんみたいにぽいこれも5回程度で大丈夫です。どう、ゆりちゃん、カエルさんみたい。では次に3番目、赤ちゃんの手のひらにママの指を持っていって赤ちゃんにギュッと握ってもらいます。ギュッと、あ、ギュッとしましたね。はい、次4番目、また赤ちゃんの足を持って下半身を左右に5回から10回ゆらゆらさせます。おー、ゆら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 本人もこんな感じです。次、最後5番目、横向きにして赤ちゃんをさすってあげます。おー、これだけです。この体操をすると赤ちゃんの五感が刺激されて便秘も解消しやすくなります。もし便秘がひどい子は朝昼晩とやってあげるといいと思います。一般的には離乳食のタイミングでだいたい生後6ヶ月頃から1歳ぐらいの間が便秘になりやすいので、もし便秘が今なくても続けてあげることで予防ができるし赤ちゃんとのスキンシップも楽しみながらやってみてください。今回は新生児からできる便秘解消赤ちゃん体操をご紹介しました。皆さんもぜひ参考にしてみてください この動画が良かったら高評価、グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。他にも便秘解消方法があればぜひコメントで教えてくださいね。今日も皆さんにとって素敵な育児デーになりますように。バイバーイ。